待て違うんだよ、俺ここあと優勝まで行きたいんだよ。はい、でも次は準決勝だから気を締めていけないとね。誰次来んの。あ、ケイちゃん生き残るよね。デンスケお前かよ、まさかの。カッカッカー、来た来た来たぜ、俺ついに来たぜっての。これ A のライバルに大勝利して、デンスケ様の天才伝説が大スタートだぜっての。大スタートって何なんだろう。さあさあさあ、一丁バトル始めるぜっての。いや、ここに、いやでもな、俺デンスケ絶対前で強くなってんだよな。それが見て取れるんだよ。とりあえずもう一回5本角いくわ。なかなか難易度高いんだよこれ。さあ行け、奇跡の角ゴンズの兜。頑張れ。でも正直スーパー弾丸一回決めるだけでマジで一気に勝利ぐっと近づくから。お？残り侍、残りクワガタ、なんかいろいろ、ちょっと待って。反撃回復とか持ってやがるこいつ、やべえ。なんかちょっと強くなってる、ちょっとずつ。さあ、ライバル登場だねって、多分グーでいけるはず。いや、わかる、いや、いけるよねー、行ってまえ、スーパー弾丸だー。いや、気持ちがいい。読み切った。そうだよな。来るよな、しょっぱな。行っちまえ！うおここは我慢だぜ。我慢って多分同じ技を出したって気がする。俺はグーを出す。いや、違う！よし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 。オッケー。よし！来た。これ、でも、いいよいいよいいよ。恐怖の前足、ノコギリ立てずの兜。ここに特殊技はなしか。ドカーンといけ。必殺技が来ると見た。俺はチョキを出す。よした、フォレストブリッジだー。行ってまえ。うわっ、やべえ、もろ。畜生、ここは我慢ってなんだっけ、さっき。どう来たっけ。あ、グーでいくわ。今、ちょっと俺の直感が今、グーって言った。違う。あ、まあ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 。チョキできます、チョキできます、チョキ。いやグーかもしれんな。よし、来た、プレストリッチだー。ぞっかいしょー、よっしゃー、準完封、ゴンズのガブトの勝ちだー。3連勝。よーし、勝った、やった、お見事だよ、東城くん。負けた。でも、伝説も強かったよ。伝説が。あの、じゃあまたね。いや、雑。決勝の相手は手強いよ。誰が来るか俺知ってんね。やばいよ。一応確認しておこうね。来たー、ケイちゃんだよな。待て。セレクトで見る。おお。前回使ったデッキ。デッキ1、ヒルトス減らずの兜。守りやっぱ特殊系。はあ、スーパー大車輪とスーパーハイブサが乗ってやがる。最初パーが来るのか。いやでもダメだな、行くしかない。待て、先パーで来るんだったら、いやでもまあ、いやでもこれは行くしかないね、これ。もし手加減なんてし、でも手加減なんてしないだよね。タクマ、どっかで見てる。う、これは違う。タクマのためのバトルじゃなくて、私のためのバトル。さあ、羽田の女王の強さ見せてあげるわ。やばいやばいやばい。やばい。本格的に強いぞ、今回。デッキ選ぶ。いやー、これ、どないでいく？対抗、5本か。5本積んだかぶとだな、とりあえずは。
だからいかに最初スーパー弾丸で叩き込めるか、必殺技を。初見さんいらっしゃい。奇跡の角ゴンズのカブト。頑張れ。頑張ってね、ありがとう。みんな、おお、めっちゃ来てくれた、ありがとう。頑張れよ、決勝戦。対した相手。頼れる強角。ヒルトゥス・ヘラズのカブト。やばい、マジで、スーパー大車輪には気をつけよう。怖すぎる。ちょっとどうしよう、これ。私は悔い負けらんないわ。いや、これ、スタザザじゃねえと思うんだよな。グーで。うわ、もう勝負に出る、グー。あー、やっちまった。やばい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 、これはやばい。うわ、やべえ、これマジでやべえ。え、ちょっと待って待って、わかんねえわかんねえ。グーグーグー、それでもグー。逆転するにはグーしかねえ。いったー、やってまえ、スーパーダガーン。証券さんいらっしゃい、グーしてって、頼む、言ってくれ。危ない、なんだなんだなんだ、危ないってなんだ。危ないわねってグーに対して何で来る。でも必殺技にマジで気をつけたい。チョキでいく。チョキ、チョキ。うわー、違う、嘘だろ。やばい、死ぬ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 、耐えろ耐えろ、耐えない。うわー、やっちまったこれ。やばい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 。いやでも、まあ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 。行くしかない。大砲音頭の兜。技は、ハヤテ、カワセミハック、サイドロックボム。いや、みんな初見さん、行くしてて、ね、頼み、イブシギンの戦士、タイゴンズのガブト。あー、でも、同じパー、いや、でも、これマジで、無傷で倒さないと俺も負ける。この勢いは。作戦変更、なんだよ、なーにー、なんだよ、今止まった、パーで行く。パー、パー、パー、パーで行く。パー、でゃー、やっちまった。耐えろ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 、うん、まあまあまあ最初耐えるわな。危ないわねってなんだよ。もうチョキチョキでいく。いやー違うかもしれない。チョキチョキや、チョキだ。うん、いやグーでいってよかった。なになに、やばい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 、ちょ怖い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 。パー、いやパーじゃない、パーじゃない、チョキかもしれん。よし来た、オッケー。危ねー、サイドロックボムだー。あ、まだ、いや、でもこれ半分ぐらい食らったの痛えな、マジで。あ、危ねえ、危ねえ。まあまあまあ、わっ。次が何、なんだっけ、次なんだっけ、何の虫だっけ。オレンジのハヤブサ、ファブリースの小切りクワガタ。スーパーアタックタイプ。やばい、やばい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 。スーパーアタックタイプのスーパーハヤブサ、マジで怖え。ちょっと待って、どうしようこれ。私の本当の力見なさい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってな。グー、グーでいく。グー、グーだ。これはグーだ。よし、来た、早て。いや、おい、かっこいい。さあ、いけ、いけ。スーパーアタック、防御は低いはず。いけ、よし、よし、見えた、見えた。わかんない。なになになに、行くわよ、行くわよっていうことは。チョキ、チョキでいきます、チョキ。チョキだ、チョキだ。よし、来たー、カワセミアックだー。いけ、どう、いった、よし、来たら、奇跡の逆転。いや、これ、見せプレイだろ、マジで。優勝した。やったー、マジで嬉しいんだけど。ガチ優勝、マジで嬉しいんだけどね。あー、やったやったやった、優勝だ、優勝だよ。と公式大会に東四郎くんが優勝したんだ、すごいすごい。そんな、まだ虫キングを始めたばかりなのに信じられない強さ。たくま、私
さあ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 、皆さんお待ちかねの結果発表だ。まずは準優勝、ここは羽田ランドがホームグラウンド、羽田の女王と呼ばれる K 選手だ。 K 選手はいつも大会で好成績を残していますが、今回は惜しくも優勝なら、あースパチャありがとう、瀬戸さんナイスです、ありがとう、ありがとうございます。いや、優勝気持ちがいい、ありがとう。よかったらチャンネル登録もしていってね。来てる、来てるの、たくま。磯けちゃん。うわぁ、マジで嬉しい、優勝。ナイスパです。ありがとうございます。お、たくまくん。たくまに、たくまさん。あー、心配かけて、もう大丈夫さ。うわぁ。何が嫌んよ。みんな心配しちゃうのよ。特にけいちゃんなんて。あら、やだ。たくま、けい。あらららららうわぁ、やば、これは。けい、心配かけたよね。もう大丈夫だよ。うわぁ、本当にバカなんだから。あれからいろいろ考えてみた。僕が明らかに負けて塞ぎ込んでしまったことや、けいが僕のそばからいなくなった理由についてね。でもね、もうわかったんだ。いろいろな場所で勝敗されてバトルで練習をしていた僕は、本当に大事なことを忘れてた。虫キングをプレイするってことがとっても楽しいってこと。そしてその楽しさはバトルするみんながいればこそということ。そのことに気づかされたんだ。僕の大好きな K のおかげだってよ。ただ一生懸命虫キングをしている東四郎くんと K を見て、今まで自分が落ち込んでいたことはとても馬鹿らしく思えた。もっと早く思いすべきだった昔の気持ちを。僕と K、ゆうこちゃんの3人で、ただ虫キングをしていた。ただ楽しかったその時の気持ちのことをね。でももう大丈夫。この先、どんな向き方をしても落ち込むなんてことはありえないよ。僕には虫キングと、そしてみんなと、ここに、ケイがいる。あら、やだ、おませちゃんがよ、あっちゃった、わ、まずいわ、リョラク、ごめん。え、あらあらま、あらま、ませてまんがな、これ、ま、たまらへんで、ほんまに。うわ、ゆうこちゃん、メガネ返してよ、何も見えないよ。ああ、もう急にメガネ取るなんてひどいや、どうしてそんな、別に。はい、みのりちゃんいらっしゃい。あらー、ということですね。たくまに行ったらみんなの前でしなくとって。おっとっとっと、野暮なことは言いたくないが、熱々のお二人さん、そろそろ結果発表の続きに戻っていいかな。あ、はい、すいません。人前でえらいことやってくれやがんな。キラーンやのうて。あらまあとね、もうはい、間が空いたからってテンションは下げないでいくぞ。激しいバトルの際に栄冠に輝いたのは東四郎選手だ。なんだろう、すごく勝った気持ちがしないんだよな。いや、嬉しいんだけど、なんだろう、何かもっと大事なものが俺には必要な気がする。無心を始めたばかりの東四郎選手だが、しかしそれでもなぜかドクターネンマスターズの称号を持つネブ博士に認められた数少ない仲の一人、東四郎選手がまずは1枚目のクライテストプレイヤーカードをゲットだ。初見です。応援します、はっきり応援します、はっきり言いました、ありがとう、嬉しい。で、キムさん、よろしくね、これからも。ありがとう。おっとっと、さっきまでK選手と熱々だった悪魔くんが何やらアピールをするらしいぞ。東城くん。はい。まずは、おめでとう。ありがとうございます。君はようやく一つ目の大会を勝ったけれど、僕は君なら近いうちにこんな日が来ると思っていたよ。そして、この羽田ランドのどっかで君とバトルすることもあると思う。その時は、全力を出して、君と戦おう。おっと、これは、前回の大会で負けてイライラすんでいた悪魔くんの力強い復活宣言。そして、それと同時に、東城くんに向けての、ライバル宣言だ。すげえぜ、あのたくまさんから初めてライバルに指名されるなんて、あの東四郎ってそんなにすごいやつなのか。バカ、お前知らねえのか、アズネブ博士認められてもらえないカードを持って言われてるドクターネンマスターズカードを持ってるんだぜ。マジ、そりゃたくまさんを目をつけるわけだ。おいおい、それねえぜっての、東四郎ライバルはこの伝説だよ。お前俺にこのトーナメント中一番簡単に負けたじゃねえか。おい、まったくたくま君、なんてことをしてくれるんだ。騒ぐなって言ったって、こんな話をぶつけられたら、盛り上がるに決まってろ。
スターさん最後に盛り上がってくる締めくる大会だけど、最後にもう一回だけみんなの声援をもらっとこうか。羽田ランド大会優勝者のトロシロ選手に大きな拍手を。今のってはい、いや、ほんとね、嬉しい。なお勝率。なお勝率 15%。それはそれとして。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、Twitter 等もやってるので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと、うかい、とうしろうでした。またねー。